どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。皆さん見てもらえば分かる通り、私のトロフィー数ただいまですね247ですね。はい、私一般的に皆さんやっぱインターネットとかで言われている裏世界に行ってまいりました。てか行ってまいりましたとか言っております。今現状いいですか、ちょっと皆さん裏リーグ話したいこと結構ありますよ。行きますよ、まず行きます。まずですね、防衛ログ見てもらえば分かるんですけれども、1分前、これ8分前ですね。私、この動画を撮るためにですね、今上でずっと、上っていうか、まあ、その自分の部屋でですね、iPhone6 でこうクラクラやってて、トロフィーずっと下げてたんですね。で今ちょっと深夜2時なんですけれども、まあ、ちょっと自分の部屋でこういうのようにして撮影すると非常にちょっとねうるさいので、リビングの方に来て今撮影しているんですけれども、このリビングにね、リビングに向かう最中にこんだけ攻められました。4回、リビングに向かってこう歩いている最中に4回攻められました。そして全部勝利。そしてまあダクエリたまにね落としてくる人もいます。ダクエリっていうかライトニング落としてくる人もいるんですけれども、ものの3分でトロフィーが180だったんで60上がってしまうんですね。これね大変なんですよ、維持するのがとても大変。そしていきます、じゃあ検索してみますか。あ、まあこういうですね、200ぐらいは結構200より上はですね、こういう結構へんてこというか、その最初ら辺の村に当たるんですよ、このように。しかしぜひ皆さんに注目していただきたいのが、200未満になった時にどのような村に当たるかというのをですね、皆さんにぜひとも見せたい。この段階で201、さあここで次いきますよ、次いきますよ。いやこれでちょっと不発だったらやだな。198いきます。さあここでいきました。はい、この段階で検索が非常に遅くなりましたね。200以下は本当に検索が遅い。そして出てくる村はこういう系の村、わかりますか皆さん。もうね伝えたい、200未満になった時のこのウハウハ具合、なんでこういう村が出てくんのっていう。逆にもう金庫マックスですからね、秋マックスなのかな、逆に28万取れてしまうっていうね。まあちょっと今トロフィー上がってしまうんで、攻めないですけれども、逆にこんな村と会ってしまうんですよ。おらおらおら、こんなんすよ、こんなん。まあこれはちょっと資源溜まってないですけども、もうなんていうんでしょうね、200以上と200未満の差がやばいんですよ。はい、まあまあこれはまあちょっと早上げ感がちょっと否めないですけれども、これねもう非常になんかクラッシュオブクランやばいなって思いましたね。もう世界がもうこのようにして、もう検索に時間がかかるんですね。この虫眼鏡がジュンジュンジュンってなってるのは回線が悪いというわけではなく、もうはいはいって感じですね。これもうどんだけ資源貯めてんだっていうね。だからまあ、テートロ隊の維持はすごい大変なんですけれども、資源をすぐ集められるっていう可能性はありますね。はい、まあ、放置村狙いでは無理かもしれないですけれども、いやこのようにして200、もうねお分かりいただけましたでしょうかね、200以上と200未満、まあこのね今このなんて言うんでしょうね、この今の発言はもう3回ぐらいこの動画で言ってますけれども、私がですねその裏リーグで伝えたいのは、まず、もうその差がやばい、一つ目差がやばい、そして200未満はタウンホール8とか9しか出てこない、そして資源を貯めて村が結構あるっていうことですね。で維持が大変、まあそれですね。いやーちょっとこれね今超新鮮な気持ちで、今深夜なんですけれども非常にテンション高まっております。今こんな村しか出てこないんですよ。一応言っておきますが、タウンホールじゃなくてそのトロフィー帯180とかですからね、今177。もうねまず検索に時間がかかるっていう、まあ、ちょここがちょっとね一つの
まあ、ポイントですね。じゃあちょっと今ログアウトしてみますか。はい、もうこんな村ですね。まあ、34万貯まっております。素晴らしい。はい、では皆さんにですね見ていただきましょう。今ですね防衛ログはこのようにしてライトニング3発撃たれたリプレイ、7分前のリプレイとなっておりますね。ではログアウト、はい、今ですね、まあ、ログアウトして、まあ、約3分経っております。約3分。ではいきますよ。クラッシュオブクラン起動します。ポチッ。さあどのくらい攻められているのか。先ほどは、7分前のリプレイのライトニング3発のリプレイでしたね。さあ見てみましょう。ドンと、おっと、見てみますか。はい、ちょっとね今私あれなんか通知何も来てんなと思ってびっくりしたんですけども、見てください。トロフィー数先ほど177ぐらいでしたよね。今ものの数分で228に上がってます。なぜかと言いますと、見てください、バーバリアン1体、アーチャー1体。なので7分前、2分ですね、2分間のログアウトでこのようにして3回攻められました。やばい。ということでですね、まあ、防衛回数ってどこで見るんでしたっけ。ちょっとアップデートでちょっとわからないですね。あんまり防衛回数はどこで見るんだ。防衛回数自分のプロフィールから確か飛べたような気がするんですけどね。あれ飛べない、あれ防衛回数なぜかちょっと表示されないんですけれども、ということで、私が今回ですね、まあちょっと自分のトロフィーを犠牲にして、トロフィーとで検査費用を犠牲にしてですね、裏リーグに行ってみましたという動画でした。皆さんもぜひ行ってみてとは言いませんけれども、一つのクラッシュオブクランの人生経験として一回はね、このゾクゾク感、あとそのクラッシュオブクランの友人とかにですね、おやべえよもう裏リーグってある知ってるみたいな、ちょっとドヤ顔で話してみるネタにもなるかなと思いました。ということでご視聴ありがとうございました。